はい、森口翔で一生懸命マリオカートに出なくされます。よろしくね、やっていきます。ということで、1レース目、スノラン。日課の質問コーナー。質問です。マリカ以外にやってみたいゲームってありますかと、好きなお寿司のネタは何ですか、また好きな回転寿司を教えてくださいと、オフ会のことは決まりましたかといただきました。まずやってみたいゲームは、フォールガイズ。完全にフォールガイズ。フォールガイズ俺配信でそのうちやるよ。もしかしたらこの動画が出とるときにもうやっとるかもしれん。理由はあのエネル君の家でマリオカート配信者リア友のエネル君の家で一緒にフォールガイズやってめっちゃおもろいやんって最近なったんよ。配信でやっちゃおうってなったからあの配信でやろうかなと思っております。で、好きなお寿司と回転寿司の名前か、かっぱ寿司やな。かっぱ寿司が大好きで、好きなネタはかっぱ寿司の好きなネタはマヨコーンとちょ、ほんま嫌なんやけど、マヨコーンとあのサーモンとサラダ軍艦、うん、子供が好きなやつ、あれ全部好き、子供が好きなやつ俺全部好きなんやからな。で、オフ会決まりましたかについては2レース目以降で話していきます。決まりました。ちなみに決まりました。うん、ということで集中します。ペリッとガッチャウロコのオレッチくんなんだよね。さすが鬼はコース。でもなんか一人回避おるよな、回避おるよな。ウータン縛いといて、こういってアイテム決まらへん。あいつスター強くないか、さすがに。え、俺これ 3? おにー、まあこういう時もあるな。ちょ、一緒に回避したやつが強すぎた。俺より強かった、普通に、うん、はい、次、マリオカートスタジアム、通称マリカス。で、2レース目であの約束しとったオフ会について。まず質問くれた方、あのオフ会行くって言ってくれてありがとうな。来てくれてありがとう。来てくれる予定でありがとうな。で、あの、子供の部と大人の部の2部制にします。つまり子供はランチ、大人はディナーの2部制オフ会です。で、集合場所3月25日月曜日のお昼の1時に子供たちは銀の鈴に集合してください。東京駅の中に銀の鈴っていう待ち合わせスポットがあるんやけど、その銀の鈴、子供たち3月25日月曜日の13時に銀の鈴に来てください。東京駅内にある銀の鈴に来てください。で、大人は6時に銀の鈴に来てください、うん、1時に銀の鈴は子供たち、6時に銀の鈴は大人たちという感じでやらせてもらいます。あの、食事会楽しみましょう。皆さんよろしくお願いします。大人の方もキッズもよろしくな。以上です。待って、集中して。いいか、これ打っていい気するわ、打っていい気する。で、これ交換して多分スターとかが出る。やばい、今のやばい、こーちもした、完璧、天才キッズくん。テレソン、女これ嫌やな、盗まれるのめっちゃ嫌やな。1個使おうかな。俺がこれ盗まれたくない。本当に盗まれたくない。ほんまに盗まれたくない。てか、強いやつ好きすぎちゃう。置いといて、待って、置いて、俺の前出たらやりますよぐらいの精神。え、これ勝てんのか、俺。またこんな感じだ。マジかよ、天才化しすぎやん、天才化しすぎやん。でも次、レイジーサーキットしっかりと買っていきます。炎は前の緑キャサリンが速い気がする、しっかり前走ってる気がするんで、こいつについてって、こいつにとけドーンって立ってもらって、森口翔と一生懸命君が1位入れて、どれがドーンって勝つっていう作戦でいこうかな思っとるんやけど、メイズ入れっぱなしやったわ。これまずい。キノコ、よしよしよし、これカリッと前に出れるね。カリッと前に出て、鉄防御すぐして、
1位出て、さあコイン集めていくか。なんか1位出れたらコイン集めていきたいんやけど、嫌やな、なんか嫌やな今。まあなんとかコイン集めてしっかりと前に折ろうとしよっかなって感じ。よろしく、コイン欲しい。俺だってコイン欲しい。待てよ、はい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 、打開すりゃいいんでしょ、打開すりゃいいんでしょ、はい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 の、はい9位で割りたいけどな、遅えな後ろ。こうしてこうして強いよ、コイン10になったよ、コイン10になっちゃったよー、うざいよー、とってもうざいよ。当たれ、1位に絶対当たれ、よける。あー、血をしたんか、これはどうなんや、これはどうなんや。シングル奪還、おお前はかなりスター強いな、はっきり言って超強くない、超強くないか、これどうなんや。こうして、いやー、コーラ怖いな、めちゃくちゃ。使うわ、投げるわ。取って食べ、ナイスナイス、空中サップをしといて勝ちたい、勝ちたい。もううざ、普通にうざい、もう信じられねえ。え、サンダー回避できるけど勝てない日なの今日って、許されませんね、許されませんね、これ。はい、次、マリオサーキット SFC、しっかり走っていきます。打開の神様がチャンスくれたな、これ。お前、やれって、勝てって、言うてくださっておるわい。ということで、しっかりと打開を決めていきたいな、打開系 YouTuber。まあ、このコース、前、張りしてもよかったけどな、よかったのだが、よかったのだが、まあ、打開のがええわな。まあ、前張りもうまいよ。このコース、タイムアタックしとんで、俺はタイムアタック。どっから緑飛んできたわ、ほんまに。俺に当たるようになりすぎやろ、今の。無理なんですけど。無理なんですけど、ほんとに。まあ、ちょ、コーン邪魔やし。まあ、1周目は何でもええわ。1周目は何でもええの。1周目は、でも、1位ゴールしとんな、さすがに。さすがに焦りはしやなかんな。どうしようかな、これ。どうしよっかなって感じではあるんやけど、どうしようかなって感じなんや。コインは自由にしたし、まあ、1周目にフルサンダーも知らんので、正直知らんので、こうして使い出すか、いっぺん使い出してガーって前戻って、これ木野さんあたり引くの、スターがいいやけどな、もう正直スターがいいやけど、オッケー、行こうか、話はこの辺からやで、いいよこれ。勝ったんじゃないの、え、勝ってないこれ、普通に3回なしやったら勝ちやと思ってるけど、こっから打ち出して、キロさん強くないか、さすがにこれは強くないか、やばい、やつだ、落ち着いて防御引いて言うたでしょ、これ。はい、勝ち。打開の神様、Thank you。打開させてくれてありがとう。大好き。チャンネル登録、高評価よろしく。しゃということで、またみんな見てね。しっかりと打開を決めました。ありがとう。Thank you。